皆さん、こんにちは。今回は日本バレーボール界の重要な選手である深津明弘選手について詳しくお話しします。深津明弘選手は37歳という年齢でありながら、パリオリンピックの日本代表チームに選ばれた経験豊富なセッターです。彼がチームに選ばれた理由と彼の役割について掘り下げていきましょう。まず、日本代表にセッターといえば、現在は関田誠大選手の名前が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。元日本代表で北京五輪にも出場した友永康介さんは、関田選手のことをセッターとして究極ですよ。もちろん今の日本代表はスパイカー陣も素晴らしいですが、見ているとスパイカーが何とかしているという面ももちろんあるとはいえ、打ちやすい、打てるところにトスを持ってきてくれているから、スパイカーも自分の打ちたいところへ打てている印象を受けます。大げさじゃなく、関田君は僕が知る限りの歴代日本代表で一番すごいセッターだと思います、と語ります。さて、トスの技術力以外に日本代表セッターとして求められるもう一つの要素は何でしょうか。それは技術だけではありません。コミュニケーション力がセッターには重要な要素です。チーム内をいかに円滑に回すかという意味も含め、友永さんが関田選手と同様に高く評価するのがもう一人のセッター、深津明弘選手です。37歳で五輪初出場を果たした深津選手、正セッターとして出場する関田選手に比べると、深津選手が出場するのはセッターが前衛時にオポジットとセットで交代する2枚替えの時や劣勢時に限られていました。とはいえ、セカンドセッターのチーム内での役割はかなり重要といい、2023年の1シーズンに関してはこのポジションに最もふさわしいのは誰かというのがチームの課題に上がっていました。深津選手だけでなく、ネーションズリーグではエーロ元木選手が、アジア選手権と五輪予選では山本龍選手が選出されていました。さらに今年のネーションズリーグで関田選手がベンチ外になったポーランド戦の時には、大山崎選手が招集されていました。そうした経緯がありながら、パリ五輪のメンバーとして選出されたのは深津選手でした。そこには当然理由があります。自身も日本代表では宇佐美さんに次ぐセカンドセッターであり、そもそもセッターを始めた高校時代から2番手だったという友永さんの意見を見ていきましょう。セカンドセッターに求められるのは、まず根本的にどんな状態にあったとしても気持ちにブレがなく腐らないこと。試合に出る、出ない、勝った、負けたを問わずモチベーションを落とすことなくチームのために何ができるかを考えて行動できるか。その点で見れば、僕は今のチームに深津君以外の選択肢はないと思っています、と話します。素晴らしいと称賛されている関田選手でも、常に毎回パーフェクトかといえばそうではありません。人間なので、調子を落とすことや相手の研究や対策にはまってしまい、うまく回らないことも当然あります。そこでいかに流れを変えられるか、ただつなぎに徹するのではなく立て直す姿勢を見せることが重要だと言います。リザーブのセッターはベンチにいる分、相手が何をしようとしているか、何がうまくいっていないかというのを見てから入る。だから自分が投入された時にどうするかというのははっきりしているはずです。ベンチでの深津君を見ていると、試合を見ているのはもちろん、周りを鼓舞したり声を出し続けていたり、常に自分だけでなくチームに矢印を向けて動けている。ベンチでもコートでも、うまくいかない時は常に立て直そうとする姿が見えます。彼の明るさ、人間性は申し分ないですから、苦しい時こそ力になる選手でありセッターであるはずです、と深津選手について語ります。また、弟である深津英臣選手が兄に対する本音を語っています。北京五輪にも出場した宇佐美さんとメンバー発表前に会う機会があったといい、明弘選手がパリ五輪に選ばれるのではないかという話題で盛り上がったそうです。英臣さんは、なんであんなに下手くそなのにオリンピックに行けるんだと冗談交じりで言うから、僕もセッターとしてはトスもうまくないし技術はないと思うんですよね、って。でも明弘がすごいのはそれ以外のところ。コートを引っ張る、雰囲気を変える、あの空気感を作るのは僕にはできないし、宇佐美さんも俺もできなかった、って。だからこそセッターというポジションは技術だけじゃない、深いし学ぶことがたくさんあるというのを聞いて、本当にそうだなと思ったし、明弘の存在もまさにそう、
家族としては素直に嬉しいし、同じセッターとしても勉強させてもらっていますと語っています。下手くそなのになぁと笑いながら何度も繰り返す秀臣さんに、それならば逆に上手いセッターとは誰かという質問をすると、関田です、上手いじゃなく関田はむちゃくちゃ上手いセッターですよと笑顔で即答していました。さて、深津明弘選手が夢中になった後輩がいるようです。パリ五輪前、深津選手はこのチームはオリンピックに行けてよかったとか、そういうレベルのチームではないと思う、とにかくチームの目標があるので、そこに向かって本当に全てをかけたいと思いますと最年長のベテランは静かにそう語りました。成城高校、県の先輩後輩の間柄でもある深津選手と石川祐希選手。深津選手は石川選手について、後輩という感じじゃなくて本当に一人の世界トッププレーヤーとして尊敬している、普段は普通の青年なんですけど年下の本当にいい人ですとにこやかに話しました。ところがある日、石川選手のキャプテンらしい一面を見て、こいつ好きだなとさらに好感を抱いたと言います。試合が終わった後にいつも一言言うんだけど、その時に何か話してた内容が、こいついいな、いい人間だなみたいに思って、その時により彼の力になりたいなと思いました。ネーションズリーグの準決勝スロベニア戦の後かな、なんか素直な彼の言葉にすごいいい人だなとより好きになりました。好きになった肝心の言葉は伏せていましたが、ちょっとでも自分が彼の助けというか、このチーム全体の力になれればと重ねたほど、石川選手がチームメイトに送った言葉はベテランの金銭に触れれていたようですね。さて、日本バレーボール協会は8月20日公式 YouTube の動画バレーボール男子日本代表ドキュメンタリーボリューム13を公開しました。何人もの選手がインタビューを受ける中でファンの話題になっているのが37歳深津選手のあるコメントでした。皆さんが思う以上にプレッシャーがあって、今日負けちゃったけど日本の集大成を見せられたんじゃないかと思いました。選手は本当に頑張ったんで褒めてあげてほしい、若い選手を褒めてあげてほしいと思います。負けたからいろいろ言いたいことがあると思うけど、でもめちゃくちゃ褒めてほしい後輩を、そう呼びかけた深津選手は、言いたいことがあったら全然活躍していない俺とかに言ってほしいなみたいなと、さらりとチームメイトをフォローしたのです。みんな頑張ったんで褒めてあげてくださいと改めて強調していました。実はパリ五輪で敗れた選手に向けて競技を問わず SNS 上で誹謗中傷が相次いだのです。バレーボール選手にも波及することとなり、 JVA は河合俊一会長名で、怒りに任せた暴力的なコメントやアスリート本人の尊厳を傷つけるようなメッセージ、悪口を言うことで人を傷つける行為、いわゆる誹謗中傷を見過ごすことはできません。オリンピックで戦うアスリートたちを襲うプレッシャーには計り知れないものがあります。どうか誇りを胸に精一杯戦っているアスリートたちに、競技を超えて敵味方を超えて愛のある応援をよろしくお願いいたしますと声明を発表をする事態となっていました。また深津選手は最後に、悔しいんでロスも頑張りますと笑顔でインタビューを締めました。その動画を見たファンからは、とりわけ深津選手のコメントに心を打たれたようで、深津さんで泣いちゃった、深津選手かっこよすぎる、なぜ深津選手が選ばれたか理由が分かった気がした、深津さん頼もしすぎる、深津兄貴次も頼む、深津選手さすがです、深津選手の言葉に心打たれましたなどの声が多く聞かれました。いかがだったでしょうか。今回は深津選手について見ていきました。37歳の深津選手がなぜ日本代表に招集されたのか気になっていたファンの方もいたのではないでしょうか。技術面のみならずコミュニケーション力を重視した選考だったようですね。皆さんはどう思われましたか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。